ました。初めてあの金浦に来たんやんな、うちら金浦に来たんやけど、1階の到着してすぐのフロアがマジで痛みやって、なんかうちらなんか2時間投稿待たなあかんくって、どこで過ごそうみたいな、バリおしゃれなカフェがあって表参道みたいな、いやちょっとこれは良くないけどなんかうちらの食べ方が良くないけどチョイスが悪いけど、マジ表参道みたいなカフェが上に2階にあんねん、信じてほしい。あと20分ぐらい投稿待ちます。ソネちゃんと私は羽田から来ました。来ました。今日の予定は肩のボトックスをカンナムで打つねんな。でうちらが今回泊まるのがカンナムやから、今日は1日カンナムにで過ごします。で今回も2泊3日です。イエーイ。イエーイ。遅せよ。遅せよ。遅せよ。投稿回収してドーミーインカンナムに向かいます。お客様、お客様、オープン、オペン、オペン、オペンハーゲン。面白すぎる。なんて面白い女だ。おお、広い。いいね。広い。あれベッド2つなんや。あ、ほんまや。なんか3つの、3つの写真やったよな。じゃあもう寝るしかないか。イエーイ。ハッピーハッピー。これを投稿する頃にはもう終わっているコンテンツ。おお、え、何これ？これはポカリスエット。すごい、ポカリ来たわ。やった。これはあ、カスエ。水ね。え、ありがとう。ありがてえ。カンポカリかわいい。やったー。トイレ取っちゃった。じゃあ、トウコが行く前に。わー。え、よーはい。すごいな、うん、どうやった？まあ、耐え換金するで。ちょっと欲しいな、ほんまに。え、ガチで似合ってんで。あり、うん、ただあ、寒くなっちゃいます。おばあちゃん、ご飯食べたよ。初ワオパス、イエーイ。はい、ありがとう。みんなでご飯を食べよう。ありがとう。何から何まで。俺がいるねんから俺に頼り。あとキムチも、はい、ありがとうございます。うますぎる。やけに美味しい。どうかしている。今まで食った玉で一番うまい。マジで。塩とわさびと塩辛と、これは味噌。味噌。 OK。 かわいい。私が今回一番行きたかったお店。半目やで、もう最後鼻かいても何がいい？とても明るい。とても明るいじゃん。明るくしよう。うん。いいよ。
やん。いいやん。ちょっと待って。かわいい。よしさん、マジメイクいけてる。なんかプリンセス天候みたいな。ちょ、気に入ってん、気に入ってんねんけど、え、濃すぎ。ノーズとハイライトがエグくない？ちょっと。目もやばいよ、目もやばいけど。ここ、これ。はい、入れたことないライン、これ。ほんまに入れたことないライン。変わりました。ね、OK ね、ありがとうございます。いい感じ。ちょ、マジトーコすごいな。それちゃんもさっき見たけど、トーコもこれね、大きいこれがこうなるとかわいい、いい感じ。じゃあこれで全部パッパイしましょうか。撮ります、せーの。撮ったあの写真は全部送れますね。あ、もう一回インスタ教えてもらってもいいですか。あ、めっちゃいいわ。かわいい。あ、いい、横が大きい。いい、やったね。え、こっちの鏡に映ってる感じも。あ、いいね。ありがとうね、ありがとうね。パンある、パン、あ、パンある。お客様、デジカメだわ。お客様、じゃん、かわいい。いいね、いいね。ゴーゴー。失礼しますの顔。お邪魔します。かわいい。ソネっぽいな、めっちゃ。どう、キャワですもんね。あ、売り物なんや。わお、うん、手編みが。じゃあ安い。じゃあ安い。かわいい。かわいい。なんか遠目に変な人が見えると思ったらソネやった。ありがとう。よかったね。皆様のおかげでいい買い物ができました。よかったよかった。かわいいショップバッグ。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。え、この間来たのに隣にあったんや、この店。ブラックナイト。マンマミーや。めっちゃ急に雨降ってきたけど、ここの店の店員さんがタクシーわざわざ呼んでくれて、もちろんお金は自分たちで払うんですけど、おごりみたいな言い方しちゃったから。ほんまに超いい店やから来てほしいです。インスタンクとファンク、前回も来てんけど買い物せえへんくって、今回はさすがにちょっと買ってんけど、店の人がマジでいい人で、日本語もそこそこうまい。だいぶうまい、だいぶうまい。そう、あそこにいる店員さんです。ありがとうございました。アンニョン。優しい、しみる。でもまあリアやん、雨も。確かに初めて韓国で雨。どうやって育てたらあんないいお兄さんに育つんやろな。マジでそう、形そこそこ。せやな。え、かわいいな。けどみんなにさ、みんなに優しいタイプやろうからさ、次行ってもさ、忘れられてんのに、うちらなんて。みんなにそういうことしてるんで分かんないですね。うん、そんな言わんやろ、みんなに優しい人は。どこ親からのひらめき。おお、まあ悪くない。お、母親がついに俺の事実を認め始めた。自分の力で生きるんやで。経済的支援はせえへんからな。あ、お母さん、俺頑張るわ。強い子に育った。急にどこ呼ばない。嘘や、ほんまに硬いな。中身何やったっけ。いちご。あ、どこまでもいちごなんや。
どういう？うまい？どう？甘い。甘いな。美味しいよ。美味しい。マジ見たいときどうするん？撮っていいんこれ？え、でもさっき撮ってなかったね。ほんまに？返すときどうするんやろな。空いてるとこより。あった、空いてるとこ。よかった。これにしてよかった。ありがとう。マジで最高の買い物をした。やばいな、ここ。ここから下にかけてが全部やばい。なんかさ、ブダペストホテルみたいな。ああ、確かに。その世界観。ウェス・アンダーソンや。ウェス・アンダーソンやめよう。ごめんなさい。ごめんなさい。さあ今韓国から帰ってきてお家に戻ってきてるんですけど、3日目ねカメラ回せへんくって、それがなんでかって言ったらカンナムに最後行ったクリニックがうちらも遅刻してんけど12時20分の予約で12時10分に到着しちゃって、もちろん連絡はしてたんやけど、でそっからカウンセリングして施術が終わるまでに3時間かかったのよ。3時にクリニックやっと出れて、でも多分持ってるやろうけど12分で終わるってネットには書いてあったのよ、予約するとき。で今回さ、うちらトーコは大阪から来てて、ソネちゃんと私は東京から来てんねんけど、だから飛行機が帰りトーコとはバラバラやって、でトーコの方が早かった、2時間ぐらい早い飛行機で帰るよってやって、でそれが3時に出たら全然結構やばくって、もともと2時ぐらいにはカンナム出てでキンポ向かおうかっていう予定やってんけど、1時間オーバーしてて、でうちらカンナムに泊まってたからホテルに荷物を置いたまんまってか置かせてもらってクリニック行ってまた取りに来ればいいかみたいな、全然1時間ぐらいで終わるやろしのテンションやったんやけど、ホテル1回戻ってそっから空港行ってってしてて、めっちゃわちゃわちゃで、ちょっと長くなったんですけど、もうわちゃわちゃで全然なんか撮れる感じじゃなくって、で飛行機着いてソネはソネでトラブルがあって、でなんかソネと一緒におったら気づいたらトークおらんくって、全然バイバイとかできずになんかふわーって帰らはってんけど、で私とソネちゃんは結構時間あったからカフェで喋ってたりしててんけど、それもちょっとなんか回すの忘れちゃって終わりのタイミングがなかったのでお家で回してます。マジで、あこれも韓国で買った帽子可愛くない？ほんで、なんか、ソネちゃんと空港で喋ってた時に、一個発見があってんけど、で今回、そんな長くかかる施術をしてないのよ。実際。知らんけど、初めてやったから。なんか、肌管理とかしたことなくって、今回が、トーコの知り合いかなんかがおすすめしてたところらしくって、行ってみてんけど、なんか、LDM っていう、ごめん、ほんまに私もよくわかってないんだけど、肌が、ツヤツヤするよって感じのやつらしくって。で、だからほんまに施術自体は1時間ぐらいやねんけど、ね、カウンセリングあって、実際こんなんカウンセリングいらんような施術やと思うねん、多分な。
けど受付でカウンセリングしますかって聞かれたらしいの。けどこれがいらんかったよ、いらんかったんやけど、ソネちゃんと帰りの空港で話してて、ソネちゃんに私がなんかさっきのクリニック顔剃りあったって聞いて、なんかやってくれるって言ってなかったみたいな、私なかったんやけどソネちゃんあったみたいな聞いたら、えはみたいな顔されて、もう一番入ってすぐの受付のところで顔剃りしますかって聞かれたやんって言ったら、ソネちゃんにそれカウンセリングやろって言われて、だから私が顔剃りしますかって聞こえちゃって、えしますしたいですみたいな言ったせいでカウンセリング分長くなったっていう節はあるんですけど、まあそれも旅の思い出ということで自分がやらかしてるからまあ何も言えへんねんけど、まあなんかいろいろあったよねって感じでしたなんか私の中でソネとトーコってもう中学の頃から仲いいから、もう10年以上仲いいのよ。だからなんかもう親みたいな、親ではない、なんか親ぐらいしっかりしてるけど、その家族みたいなテンション、ほんまファミリーみたいなテンションやから、なんか今回もう行きオールで行っちゃってて、私やけ眠くって、もうなんか好きな時に寝て朝も全く起きひんし、でなんか会話もほぼ脳死、もうカフェで喋ってるのが一番楽しいぐらいまであってんけど、そのテンションやのになんか許してくれる友達がいるってめっちゃありがたいよねっていうことを再発見再確認できる旅でしたマジでもう韓国ギターやばい。というわけで今回も見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。